次は平和台一丁目、平和台一丁目でございます。お降りのお客様はお手近の降車ボタンでお知らせください。平和台一丁目です。お降りの方はいらっしゃいませんか？通過します。次の停留所は平和台3丁目です。すみません、今移動中なんですが、ちょっと渋滞で。すみません、すっかり遅くなっちゃって。それにこんなところにお呼びしてしまって。ほう、それは建築士さんの参考書ですか？いやはや、社会人になっても勉強とは大変ですね。珍しいしおりですね。それがですね、今東さんのところで進めてもらっている私どもの家のことなんですが。
私はですね、東さんの大ファンですので、素晴らしい設計をあげてくれたなと思っているわけですが、ちょっとその家内の方がですね、まあ要約しますとそういうことです。やはりですね、間取りの全体的なズレが気になるようで、そこが今回の肝だとは分かっているのですが。いや、私は分かっているんですよ、私は。しかしこう、家具が置きづらいんじゃないかとか、動線が悪いんじゃないかとか。そう説明もしてみたんですが、分からないの一点張りで、東さんみたいな有名な先生のデザインは、凡人には理解できないと言い出す始末で。なんとかそのあたりのことをうまい具合に東さんに伝えていただけませんか。それをクライアントに理解してもらうのがお前の役目だろう。大野さん夫妻にどうもデザインの意図がしっかり伝わっていないみたいだな。説明したからといって理解してもらっているとは言えないだろう。ちゃんと理解してもらった上でそれでもプランを変更したいということなら考えるが、まだその段階ではないだろう。おい、ひな、今日はずいぶん遅いな。大野さん、共済家だもんな。お前の苦労はわかるよ。ま、いろいろ愚痴もあるだろう。なんなら終わったら飲みに行かないか。おお、そうだったな。そうか、お前も一級を受ける年になったか。
まだ1回目でしょ。だったら経験を積むぐらいの軽い気持ちで受けた方がいいわよ。そうそう、一級は狭きもんだからな。最近は特に難しくなってるし、もうちょっと長いスパンで見てもいいんじゃないか。あら、言うわね。俺がお前ぐらいの時はもうちょっと先の話だと思っていたけどな。おお、それってなんだ。女だな。あ、今はっきり動揺したわね。あえて仕事の話を振ってうやむやにしたな。